岩見丸山城四角より、川本町三原方面を望む岩見川本駅2015年まで、使用されていた、役場庁舎川本町は、島根県大地郡にある町である。県内のみならず、中国地方で唯一、町と読む。岩見丸山城二の丸石垣江戸時代は、岩見銀山の影響により、天領となっていた。明治時代になると、大地郡役所が設置され、 この地域一体の中心地となった。1934年に参考船が町内に到達した。1972年には水害で1497個浸水。2002年に大地町、山戸村という東合併推進協議会を設立するが翌年に脱退している。平成の大合併で島根県の本州区域で唯一市町村合併をしなかった町である。 2000年10月1日の統計によると、川本町では、第1次産業就業者数が382人、第2次産業就業者数が551人、第3次産業就業者数が1524人で、ある。主要な交通路はいずれも郷の川に沿っている。郷の川が削ってできた、わずかな土地に、道路や鉄道が通されている。町内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 西日本山陰本線大田市駅。かつて存在した鉄道路線中心駅は岩見川本駅であった。道の駅インフォーメーションセンター川本郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。